ょっと開けていこうかなと思います。何ですかねこれ。また何やらフレイフェアさんから届きました。ちょっと開けていこうかなと思います。なんか説明書もね入ってました。まあ簡易的な多分説明書ですけどね。うん、ケースみたいですね。はい、開けていこうかなと思います。よっよっ、はい、ちょパッと見わかんないですけど、一応これケースになってますね。うーん、2つ入ってますね。なんか2つ入りのケースみたいです。ちょっとどういうものかはちょっとまだ想像がつかないんですが、この説明書によると、普通のケース、開けたら軽く引っ張ってくださいって書いてありますね。うん、ちょっと今度引っ張ってみましょうかね。はい、ですね、これ実際にフレフェアさんから届いたんで、ちょっと開けていこうかなと思います。よくよく見ると、前の1個のケース、1個用のケースと同じように、ここにプレイフェアってロゴがねちゃんと入ってる感じですね。うん、で実際にね簡易的な説明書を見るとですね、このフラップ、ここにフラップがあるんですけど、これをね引くみたいなことが書いてあったんで、実際に引きましょう。ほっほっお、おー、わかります？これ皆さん、上段と下段で若干そのなんていうんですか、この2センチくらい差があるんですよね、開けると。なので下の方も取りやすいし、上の方も取りやすいっていう、そういう構造になってますね。これがからくりですねはい、よくできてますねこれ。うん、よで、ちゃんとロックもかかるんで、ペラペラって抜けることもないです、これちゃんと。ちょっと詳しく細かいとこ見ていきましょうか。ちょっと他のデッキもね、試してみようかなと思って、エニワのロゴと、あとプロトタイプをちょっと入れてみました。実際にそうですね、こう引っ張ると、一応台湾の箱も一応対応してるようですね。で USB-C も入ると、まあ USB-C 用に多分作られてるんですけど、でこれを見ると、この部分ですね、この部分の仕組みで、その下が長めに出て上が短めに出るっていう構造みたいですね。うん、これをクリアケースでやるっていうのは、なんかまたなんかプレイフェアさんっぽいですよね。うん、いいっすねこれ。これわかりますかね、この斜めに切り込みが入ってる部分でロックがかかる仕組みになってます。多分これ作る時とかに 何パターンか多分プロトタイプ用意したんでしょうね。ここがおそらくしっかり噛み合わないとロックが効かないので、そういう制作的な裏話をちょっと今度ね、お会いした時に聞こうかなと思います。でね、なるほどと思ったんですけど、なんでその下段と上段でその差が出るのか、出てくる時に差が出てくるのかっていう仕組みなんですけど、この折り目わかりますかね、
こっちの方はちょっと A21 のデックの、折り目なんですけど、このプラスチックケースの折り目、あの表ですかね、表にあるこの折り目のトリック、折り目があることによってこの上と下で差が出るように設計されてますね、これは。でですね、これが近場でちょっと見せられるものなんですけど、先ほど説明したこの折り目がどういう機能をしてるのかちょっと見ていこうかなと思います。よいしょ。いいよ。ここ分かりますかね。ここですね。ここが先ほどの折り目ですね。これが機能することによって下と上で差が出るようになってます。これも多分何センチとか多分いろいろね考えたなと思いますよ、泉さんのことなので。おそらくね、実際にこのフラップの部分は普通にこう普通のデックケースのようにこうピーって入れてそのまま使うこともできそうです。一応振ってもある程度落ちてこないので、まあ、こっちの使い方でもいいかもしれないですね。これは使い人によって使い分けてもらえば全然いいと思います。で、一応浮くこともあんまりなさそうですね。で、実際ですね、購入するとこのようなファーストエディションというか1個用の、ケースと同じようにこのプラスチック状の、ケースなので、このような形で送られてくるのかなと思います。まあ、これちょっとどう組み立てるのかがちょっと今ちょっと分かんないんですけどね。だからちょっと僕自分で組み立てられてないんですけど、まあ、こんな形でですね届きます、皆さんのお手元には。はい、よくできてますね、こう見ると。まあ、こう見るとね、なんか普通に立ってるように見えるけど実はケースの中に入ってるっていうね、ちょっと面白いですよね、こう見ると。はい、ということでですね、カラクリデックケースというこの商品ですけれども、実際にちょっとレビューしました。見てる感じはですね、その2個入りのデックケースって今までその多くはなかった。まあ もちろん多分あったと思うんですけど、もちろんそのデックって1個を守るためのケースっていうことが多くて、そのダウンドデイブのそのマジックウォレットとか、あとデッククリップですよね。デッククリップとかも全部1個なんですよ。で、それが今回その2つ入れられるケースってことで、まあ、これ結構ね、僕とかでもその、なんていうんですか、1個だけちょっと物足りないなっていう時あるんですよね。その、1個より2つ持っとくとなんか、心的に安心、精神的に余裕があるみたいな、なんか、よくわかんないんですけど、その1個より2つ持っていける、気軽にその持っていけるし、まあ、多少ね、これだと多少の水しぶきくらいだったら防いでくれそうだし、まあ、もちろん隙間があるんで水がね完全にかかっちゃったら水没しますけど、やはり使いやすさにも、目を向けるべきかなと思います。その気軽に変えてそのいろんなデックを入れられる、そういうコンセプトなのかなって思うんですよね。そのデックケースってピンからキリで、その高級なものから、まあ、すごい安いものまであってっていうことを考えると、まあ、この商品っておそらく安い部類に入るんですよ。安いの中に何をその価値としてデザインしていくかってところで、そのこのあれですよ、上と下に差が出るっていうその面白みというか、ユーザー目線で考えた時のその使いやすさっていうところに目を置いてるのかなと思います。なのでこれはね、また面白い商品ができたなって思いますよ。で、僕が一番感激してるのはそのあれですね、この
切り込みですね。このちゃんとロックがかかるってところが、これよう考えたなと思いますね。全然あのちゃんと意図的にあのやらないと出てこないっていうか、意図的にやらないと取れない仕組みになってますね。うん、でちょっとね、僕まだ使い慣れてないからかもしれないんですけど、そのこの切れ目のところに、うまくこのフラップのね差し込む部分を入れるのがちょっとね、時間がかかる、うん、そのあれですよ、その商品的に問題があるレベルじゃないんですけど、ちょっとね慣れるまでに時間がかかりそうですね、この入れ込むの部分がね、うん、スパッてちょっと入れにくいというか、もちろんこの人差し指でこのちょっと開けた状態でそのスライドして入れるっていうことをやれば絶対入ります。入れ方としてはこれが一番正しいかもしれないですね。この人差し指をちょっと引っ掛けて、ちょっと穴を開けた状態で、この広げた状態ですね、穴を広げた状態でこの入れるっていうことをすれば絶対はまります。これをしないとですね、この状態からスライドインみたいなことってちょっと難しいので、まあそれでもできるっちゃできるんですけど、もちろんそのただの切れ込みなので、ちょっとねこの人差し指でね穴を作り上げてこの入れるみたいな感じですね。よいしょ、こうピッてね、うん、はい、ということでですね、ブレフィアさんから何やら新しいものが届いたのでちょっとレビューさせていただきましたけれども、実際ね、これ販売されますので皆さんもね気軽に買ってみていいと思います。うん、そういうのが一番その泉さんがよく考えてることなんじゃないかなと思いますので、うん、じゃあ僕もね3つほど余分に届きましたので、これちょっと使っていこうかな、普段使いしていこうかなと思います。これだったらまあポケット、ちょっとジーパンのねポケットだとすげえもっこりしちゃうかもしれないですけど、なんていうんですかね、上着のポケットとかだったら全然問題なく入りますし、全然持ち歩きもいいのかなと思います。うん、ですね、ぜひプレフィアさんのねページで買ってみてください。はい、僕も結構ねこういう新しいデザインとかそういう考え方って好きなので、まあ、この新たなね製品として販売されるということで、まあ、これね持ってる人とかどんどん増えていくんじゃないかなって思います。このクリアケースとかでね1個を使って持ち歩いてる方って結構僕見てきたので、今度はね2個入りのねデックケースをね持ってる人がどんどん増えていくみたいな、ちょっと新しい文化みたいなね感じになるかもしれませんね。はい、まあ、そんなところで今回ね動画撮ってきましたけれども、これではい終わりです。はい、このバイシクルね、いただきましたけど、ちょっと久しぶりにバイシクルでも触ろうかなと思います。はい。ということでですね、はい。またの機会にお会いしましょう。では。